はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、タイガースとジャイアンツの救援陣リリーフの比較というところをやっていこうかなというふうに思ってます。はい、さっき結論から言いますとですね、タイガースの救援陣というのはですね、まあ昨年から非常に強固なリリーフっていうのがありましたけども、今年もね、非常にまあまあいいピッチャーが揃ってるっていうのはあるんですけども、現状ね、その昨年活躍した例えば石井投手であったりとかっていうところがちょっとまあ本調子ではないのかな。で、岩崎投手に関してもめちゃくちゃいいかって言われると、まあ成績だけ見るとね、そうじゃないんじゃないかなっていうところがあってですね、もしかしたら研究されたりとか、まあ本人の調子とかもあったりとかね、まあやはりリリーフっていうのは非常に酷使しますから、なかなか2年連続で、いい成績を出せなかった選手とかっていうのはたくさんいますけども、そういったね、ところっていうのが少し見え隠れするんじゃないかなというふうに思ってます。逆に、ジャイアンツですけども、ジャイアンツは、まあその、めちゃくちゃ補強したじゃないですか、オフで。めちゃくちゃリリーフを補強しましたというところなんですけども、現状その補強したピッチャーたちがなかなかこう、活躍できてないっていうところがありますと。まあ、怪我でやったりとかっていうところもありますし、調子を落として普通に2軍にいたりとかっていうのがありますと。じゃあ、ジャイアンツのピッチャー、リリーフ陣はやばいのかって言われると、一概にそうではなくてですね、まあ、新人で取った選手であったりとか、まあ、去年からいた選手とかが非常に頑張ってくれてまして、今現状で言うと、リリーフも、非常にいい成績を出せてるっていうところがあるので、まあ、この間のね、まあ、先発もそうですけども、まあ、その、代わりがめちゃくちゃ頑張ってくれてるというか、その、なんていうの、ほんまにこう活躍してほしいって思ってた選手があまり活躍してないんだけど、そこで、スポット的に入った選手が非常にこう頑張ってるっていうのがあるので、まあ非常に、ジャイアンツと、まあ、タイガースと比較してもですね、まあそのほぼ互角のレベルになってきてるんじゃないかなっていうのが僕の結論でございます。じゃあちょっとね、成績とかを見ながら、まずタイガースの方から見ていきたいと思うんですけども、まず、ゲラ投手ね。まあ今年、守護神として、まあ入ってきた、新加入したゲラ投手ですけども、まあ僕の印象を言いますと、やはり、あんまりこう崩れないピッチャーというか、球も速いし、まあ、なんかその、あんまりフォーム的にも、なんかコントロールを乱しそうにないというか、テイクバックが小さくて、非常にまあ、いわゆる野手投げみたいな、まあ野手をやってたっていうこともあると思うんですけども、非常に、まあ安定感のあるピッチャー、まあ球も強いしっていうところでいいピッチャーだなというふうに思います。まあジャイアンツでも 0.00 というところで、まあ点を取られてないというところがあるんでね。まあこのピッチャーをまあどんだけ打ち崩していけるか、まあなかなか難しいと思うので、それまでにジャイアンツは勝負を決めたいっていうところが本音なんじゃないかなというふうに思います。で、岩崎投手もですね、まあその17試合投げてまして、防御率 2.16 っていうところで、まあ、本調子ではないと思うんですよ。まあ、2点台なんでね。本来で言えば1点台ぐらいの成績を出してくれるピッチャーではあると思うんですけども、なかなかこう、打ち込まれたりっていうケースが、まあ、DNA かな、この間なんか打たれてたみたいな、ところもありましたし、まあ、球自体はね、140前半ぐらいじゃないですか。なんだけど、球質が非常にいいっていうところと、まあ、結構その、投げ方も独特なところがあるんで、バッターからしても見えにくかったりとか、結構下、こう、潜り込んで投げてくるんで、球が浮き上がったりするっていうのが、まあ非常に岩崎投手が打ちにくいと言われるところかなというふうに思うんですけども、そこがちょっとね、まあ、ジャイアンツはそこまで打ててないんだけど、他のチームとか多少打ったりとかしてるんで、そこのとこどうなのかなっていうところは、今年思ってますと。で、加入したところで言うと、まあ、漆原選手かな、これ、オリックスから、現役ドラフトかなっていうところで入ってきたんですけど、まあ、10試合今投げてまして、防御率 1.46 というところで、まあ、非常に素晴らしい成績を出してるんだけど、この間の、ジャイアンツ戦かな、フォアボールを出して、結局それが、そこから、ガタガタっていった試合あったと思うんですけども、そのせいでね、まあ、ジャイアンツの防御率が 6.75 というところで、まあ、多少跳ね上がってるんじゃないかなというふうに思います。やはり、
ね、リリーフでコントロールが悪くて先頭を出し合うっていうのは結構ね、良くないことなんで、まあ、球は速いんだけどっていうところがちょっと僕の印象としてあります。で、まあ、島本投手ね、相変わらずいいですよね。14試合投げて 0.79。で、ウィップが 1.41 っていうのは結構高めなんですよね。どっちかっていうと劇場型というか、ランナーは出すんだけど、ランナーを返さないっていうような形のピッチャーなんで、まあそこはね、まあ特徴、まあファンの方とかヒヤヒヤすると思うんだけど、まあ点は取られてないんでね、あ、いいピッチャーかなとは思います。で、僕非常にいいなと思うのが、この岡留投手ね、まあちょっとサイド気味で投げてくるピッチャー。まあ去年から言われてたと思うんですけど、まあ10試合で、今防御率 1.59、ウィップも 0.97 というところで、非常に素晴らしいなというふうに思います。まあ横手投げのピッチャーってあんまりこう、阪神には今いるイメージがないんですけども、まあ岡留投手はね、これだけ球が強くて、スライダー切れててというところがあるんで、非常にね、いいピッチャーだなというね、まあ去年からね、思ってたんですけども、非常に今年躍動してるなという感じはあります。で、心配なのはこれ石井投手ですね。これまあ3試合しかまだ投げてないんだけど、防御率 3.38 で、ウィップに関しても 1.50 というところで、ちょっとね、これ石井投手が去年の勢いがなくなってきてるんじゃないかなって。僕はね、まあその、阪神戦を見てるわけで、ずっと見てるわけじゃないんで、ちょっと多少ね、間違ってるところあるかもしれないけど、やはり、こんだけ打ち込まれてるというのは、やはり、何か原因があるのかなというのも思いますし、ジャイアンツ戦の防御率見ても9.00というところで、まあ、打ってるんでね、ジャイアンツに関してもっていうところで、どうなのかなっていう感じがしますと。で、最後に桐敷投手ね、これ16試合で、防御率 1.13 というところで、ウィップに関して 0.69 というところで、正直無双してると。なんですけども、この桐敷投手はちょっと体調不良かなっていうところで、今、ファームの施設にいると。で、今日なんかキャッチボールしたみたいな、なんかニュースも見ましたんで、まあおそらく、まあもうちょいしたら帰ってくると思うんですけども、まあこの桐敷投手がね、まあ長いこと離脱しなかったっていうのは非常に、まあ阪神からしてもすごく大きいところかなというふうに思っています。で、反対にジャイアンツなんですけども、ジャイアンツ見ていきたいんですけど、まあその、やはりその移籍組というか、まあ入ってきた組で一番頑張ってるのはこれ泉投手かなというふうに思います。まあ9試合投げてまだ点を取られてない。防御率 0.00 というところで非常に素晴らしいと思います。まあ勝ちパターンで投げてもいいぐらいのピッチャーなんだけど、このピッチャーが勝ちパターンで投げてないっていうのが非常にね、今のジャイアンツの層の厚さを物語ってるんじゃないかなというふうに思います。で、この大江投手とかもね、最近上がってきましたと。で、もともとキャンプも2軍スタートだよっていうところなんですけど、4試合でまた防御率も 0.00 というところで、非常にゾーンで勝負できてるっていうところがありますと。で、なんといってもね、一番、リリーフで頑張ってくれてるっていうのはバルドナード投手ね。もうこのピッチャーがいなかったらもう、この位置には絶対いないっていうのはありますと。で、18試合投げてまして、防御率 1.02。もう驚異的です。はい。で、バルドナード投手も、まあ非常にギアチェンもしますと。で、球も速いですと。で、コントロールもいいんですよ。うん。ファーボールもそこんなに出さないというところで、安定感が非常にあるというところで、まあこのピッチャーがいてくれて本当に良かったなというふうに思います。で、高梨投手ね。確か高梨投手も、キャンプ2軍だったと思うんですけども、まあ11試合今投げてまして、防御率 1.13。ウィップに関しても 1.00 っていうところで、やはり、まあ2軍スタートとか言ってね、いろいろこう、終わりかなっていうふうに思うファンの人もいるかもしれないけど、やっぱり実力ある投手はやっぱ上げてくるよね。やっぱり応援もそうやけども。しっかり投げてるなっていうのはすごいなというふうに思います。で、この便利屋というか、非常に今、よく、まあ、うまく使われているというか、非常に、登板期間よりも多いのが、この船場さんの投手ね、14試合で、まあ、防御率は 2.61 なんだけど、ウィップに関しては 0.58 というところで、もうこれ、驚異的な数字だなというふうに思います。で、まあ、非常に、ショートイニングもそうだし、ワンポイントみたいなところでも出てくるしっていうところで、非常にベンチからしたら船場さんの投手っていうのは非常に起用のしやすいピッチャー、頼ってしまうピッチャーなんじゃないかなというふうに思います。非常にナイスピッチングだと思います。で、新人の西舘投手ね。まあ今のところ15試合投げて防御率が 3.38 っていうところ。で、まあ数字だけ見るとあんまりいいじゃないかっていうふうに思うかもしれないけど、確かにこう2戦連続でね、打ち込まれた時とかありましたけども、
現状今またこうメンタル的にも戻ってきたのか、それはちょっとわからないですけども、非常にねいいまっすぐ投げておりますと。で、元々クイックでやってたんだけど、最近ちょっと足を上げたりとかするような投げ方にも挑戦したりとかっていうところで、非常にね、まあ1年目ではあるんですけども、まあ非常にこう喜怒哀楽をあまり出さないというか、僕はそれ非常に大事だと思ってて、どこにリリーフのピッチャーなんかは、その、毎試合毎試合ある中で、打たれて、一喜一憂するっていうのは、僕はあんまり良くないんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、僕は西田投手の、この、まあ、っていうのは非常に評価してるというところです。で、あと他で言うと、まあ、赤星投手かね、まあ、先発もやったりとか、ロングやったりとかしてますけども、まあ、僕はよく頑張ってると思います。はい。で、井上投手ね、僕、こう、昨日の井上投手もそうですけども、まあ、6試合投げて防御率 5.56 っていうところ。で、先発もやったりしてますというところで、まあ、その、この井上投手ね、僕ちょっと不安というか、まあ、非常にいい球投げるんだけど、現状どうなのかなっていう、フォアボールを出したりとか、先頭ね、昨日もそうでしたけども、出したりとか、その、殻を破れそうで破れてないというか、なんかその、めっちゃ期待してるんだけど、みんな期待してるし、みんなね、頑張ってもらいたいと思ってるんだけど、この井上投手が今年ぐらいで出てこないと、ちゃんと出てこないと、やっぱりね、プロ野球っていうのはどんどん出てくるから、もうそこをね、ちょっとね、春と頑張ってもらいたいなというふうに思ってます。で、まあ現状で言ったら平内投手とか昨日投げてたりとか、まあ京本投手とかもね、まあ今落ちましたけどもいたりとかしますと。で、やはり大勢、ケラー、中川っていうね、はじめその勝利の方程式、まあシーズン前は言われてたようなピッチャーっていうのが今全員いないというね、二軍にいるというところ。で、大勢に関しては右肩。で、ケラーに関しては普通に抹消。で、中川さんに関しては、4月14日左膝というところで、これすごない？はじめ勝利のポジ、方程式って言われてた3人が、今、一軍にいないのに、これなんとかこうやって頑張ってみんなで繋いで、点も取られずにやってるっていうのは、非常に層の厚さっていうのを感じるし、逆にこの3人が戻っていたりとかしたら、非常に面白いんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ケラー投手に関しては、怪我ではないんだけど、ちょっとね、その、ボールが高かったりとか、非常にこう、まあ、先頭フォアボール出したりとかっていうのはちょっと多少あるんで、そこをね、改善してやってくれると、まあ、勝利の方程式っていう感じではないですけども、まあ、負けてる時にもね、こういうピッチャーが投げてくれると、なかなか相手は点が取れないんじゃないかなというふうに思うので、ぜひね、今言った3人っていうのは、一刻も早くね、帰ってきてもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日はね、タイガースとジャイアンツの、リリーフ陣というところを比べていきましたと。で、まあ、阪神はね、もともといいんでね、まあ、その心配するところがないというか、まあ、多少ね、調子の悪いピッチャーとかもいますけども、非常にいいなっていう感じはしてます。で、僕、巨人がね、正直すごいと思うんですよ。まあ、自分がね、巨人を応援してるから、まあ、ひいき目に言ってるのかもしれないけど、でもこれね、だって、大勢、キラー、中川がいなくて、今、この位置、2位、まあ、0.5 ゲーム差の2位にいると。で、防御率も非常にこう、いいというところで、こんだけこのピッチャーが、勝ちパターンのこんな強いピッチャーがいなくて、粘れてるっていうのは僕正直すごいと思うし、まあピッチャーの運用とか、安倍監督の起用とか、まあ3連投させなかったりとか、まあいろいろね、うまくこうマネジメントしてるなっていうところはあるので、ぜひね、先ほど言った大勢、ケラー、中川っていうところも早くね、帰ってきて、盤石のね、リリーフ陣で、夏ね、挑んでいきたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。